岡崎実流館は、岡崎市東八和町にある市営の農産物、直売所、野菜や果物のほか、観葉植物、植木、園芸資材なども充実している。石垣市の観光と物産展でのイベント温室の、メダカ売り場1996年4月20日にオープンした。市の農業バイオセンター計画の一環として、 新鮮な地元農林産物の展示即売を通じて生産者と消費者が相互に触れ合い交流する場を提供することを目的に建設された。建設事業費は国、県の補助金も含めて4億8840万円。名称は全国からの2972通の応募の中から決定された。展示即売している。 農林産物は岡崎実の館勇産直部会会員が生産したもので生産者自身が値段をつけ名前がわかるようにして出品するシステムをとっている。メインの施設のほかに軽食コーナー、祭事件休憩コーナー、キノコ展示即売コーナー、多目的広場などがある。オープン当初は第三セクターの触れ合い施設管理販売会社が販売及び管理運営に当たっていた。 2006年4月からは、愛知三河農業共同組合が、本施設と、市内外、青野町にある、ふれあいドーム岡崎の両直売所の管理運営に、当たっている。演芸や、手芸の講座が不定期で行われている。また、毎年7月に、新前都市石垣市の観光と物産展が、開催される。利用時間は9時18時。年中無休。ありがとうございます。